皆さんこんこにちはまたあこ,のこの前もあの神話の話の日本のですね「古事記日本書紀」の話をしながら日本のこう、まあ、あ国,国のですねこの国主というか天皇がどういうふうにこう神話の中で描かれたかをお話したんですけどもやはりあの 日本の神話っていうのは、まあ、ご存じのように78世紀あの天武天皇の,あの、まあ、あお声がかりでおできたと思うんですね。で天武天皇っていう方はあのもちろん人心の乱であの勝利したということもあるんですがこの方のですね、まあ、天皇という地位におけるこの 素晴らしさというかですねこの,こ,れこの方が日本の全ての文化のあるいは歴史のですね元を作ったまあ私はすでにあの聖徳太子のこともあのお話しててるわけですが聖徳太子はまたもう一回あのまあお話ししたいと思ってるんですけどもやはりですね天武天皇によって天皇としての 聖徳太子は明らかにまだ、太子で、皇太子であり、摂政であるんですね。しかし、天武天皇という、あの、天皇であられる。つまり、天皇という名前も、天武天皇からついたんですね。で、この方は、まあ、あの、まあ、七世紀の、あの、天智天皇の後ですから。まあ、あ、七百七十年代から八十年代、え、八十六年ですね。 までですけれどもしかしその後の持統天皇はあのその皇后が継がれたわけですが、まあ、いずれにしてもこの時代が非常に充実した日本の国体をですね作り出す大きなあ時,あの時代だったということは、まあ、今までのこの、まあ、天武天皇のこう ご業績を見ればわかるんですねでそれは何かっていうと一つはあの律令制度を作るということがあってまあ,あこの701年ですねこの最初の日本の律令ができるわけですけれどもそしてその神って そして仏というこの2つのですねあの日本の重要なあの宗教のこの国としてのこうそれをあのバックアップするというかですねそれを日本人のあるいは国のものとしてあの 非常にたくさん作られるということをなさった方のねですから神社もたくさんできるし仏閣もたくさんできるでそれによってですね人間の精神が大事だ日本人というものは決して物質的な存在ではないつまりそういうこの日本のさまざまなこう 物資を集めてですねそしてこう産業豊かにするというだけではなくて精神的なこうまあ生活というものを一方で作るということをこう念じられた方なんですね。でですからあの単に今はこうなんていうか資本主義の時代でですねあの単なるこうそのおまあ,あ いわゆるる資本主義が発展するあの豊かになるということだけがんか政治の目的のように見えますけれどもやはり天皇の存在というのはやはりどう,どう見ても精神的な存在でもあるわけでそれを国民と共にですねあの共有していこうという今皆さんあの天皇がですね一応このあの球場の中にあの 三この立派な神社があってそこで毎日、まあ、お祈りされるそういうこの天皇がですねあのそういう祈る存在であるということをお忘れになっているんですね。で祈るということがあんまりこう近代で軽視されすぎているためにですね 結局ですねこの祈るということは何かっていうと皆さんそれぞれ毎日生きられる中でですねやはりこの未来に対して常にこうあの祈っておられるあるいは期待しているということそのものがやはりその精神的なものであるはずなんですね。自自分分のののの持持っってていいいるる精神自分の持っているここ、まあ、能力とううものはやはやりこう 祈っててて初めて実現していくものだとそういうことがあると思うんですね。ですから常にこう未来というのはわからないけれども常にそれをこう祈って実現していくという、まあ、その時あのまあそれはそれ人それぞれとは言いますけれどもねやはりそういうことがあの国民全体にも幸福を祈,祈る存在そういう ことがですねこの天皇に課せられているあるいは天皇がおやりになっていることなんであってでそういうことがですねこうまあ国体というものをこう人,人間的に考えるそういうことでもあるわけですね。ですからあの こういういい言葉はみんな死後化している、あるいはそれを否定してしまった戦後っていうのが何か空虚になって物質欲だ,だけで生きているようなそういうこと自体だけがこの、えー、重要だというふうになってしまうまあ今はそういう感じがあるんですけどもまあ一方ではまあそれが世界の数勢だと。 同時にそれがまあ,ある意味でユダヤ的なですねこう力のこうが支配してきたなんていうことをよく言われるわけですがしかしやはりねこれからお話しするのもユダヤと日本というものも神話というところではですねいろんな意味で対照的であると同時にこうそれをお互いに 理解し合ううとということこれがこう非常に重要なんですね。あの天武天のことをお話ししましたけれどもそこでもそういう問題があったからこそあの日本がですねより心が安定した国民ができていったということなんで,でその根底にはですね、まあ、これからお話しする神話というものをいかにですね あの理解するかということでこれはまあこの前のこの回でもお話した「まあ、古事記日本書紀」のことをお話ししましたけれどもこのね神このユダヤ神話、まあ、ユダヤというとなんか特殊にあの少ない少数派のですねあの民族のことを話すように見えますけれどもキリスト教イスラム教 ユダヤ教こうした西洋の重要な宗教が全部ユダヤ人によって作られているそして資本主義あのそれからウランナフランス革命ロシア革命みんな裏にはユダヤ人がいるということこのことはですねやはりあの否定できないんですね。でまあ皆さんの習った世界史は必ずこの各国の歴史各国の人の 歴史でであったはずなんですが、しかし常にそこにユダヤとの抗争そしてキリスト教がキリストもユダヤ人だとそれの旧約もユダヤ人だとそして皆さんの西洋人の名前は全部クリスチャンネームだあるいは旧約や新約で出てきた人たちの名前がほとんどなんですね。 ま、このあらゆることがあの、まあ、今のこの具体的な人の名前はみんなそうなんですね。でこれはもう,もう否定できないし今の教会の力っていうのは非常に強いとマルコ,です、ま、マルコなんてももちろんそうですが今,今の。 あのフランチェスコなんていうもんですねこの方の名前もそうですけれども全部あの旧約新約新から来た言葉でやっぱりそういうことの根底には常にこうユダヤ教っていうのがあってまあこの「旧約」と「新約」というものがそれからまあイスラムでさえもそういうですねこのもともとアブラハムあの結局この「予言書」 っていうのの一つとしてイスラム教つまりユダヤ教の預言,の一つ預言者の一人ですかアラーのそういうことでユダヤを理解することが西洋を理解することだということですででこの近代ではマルクスとかですねあのやはりもうアインシュタインまでもう科学もですねこの社会学も まあ、経済学も大体あのユダヤ人があのリードしている特に20世紀はもう完全にそういう時代であったわけですですからそれに対し対抗するできる別のこの思想が日本なんですね。でそれはもう私は非常に強くあの西洋研究をやっている中で実感したために。 今,あの今日本のことをずっと研究してるんですが大変これはね、まあ、皆さんが考えている以上に強力なそしてこう世界化し,しなくてはいけない思想なんですね。でこれはもうですからユダヤと対抗できる唯一の思想と言ってもいいと思うんですね。まあそこでですね神話を考えるとまずこっから違うんですよ。 で神話というのはもうあの最初は何であったか人間というのは何か生まれたのかという時に日本は何て書いてあるかというとまあ古事記も日本書記も大体混沌たる天地雨土から雨土があったとそしてその後から神が出てきた今言ったこの3人の神がですね雨のみなの主と高見結びの神 か神結びの神というですね出てきたと書いてあるわけです向こうはですねまず神があったとで神が自然も作りあらゆるものを作るとですからまず神があったねでそのことがあの全く違うんですまず神があったのとまず自然があったのとこの2つが対照的なのがユダヤの宗教と日本の、うん 宗教の違いなんですねで神道自然道というものとやはりユダヤ教キリスト教との違いなんです。でこの決定的なこう出発の違いっていうものが、まあ、それがですねあらゆることにこう作用している。で何度も言うようにこのサピエンスというまあ,あこういうこの現代の 世界史もそういう違いをあの分からないと違いが分からないと日本人はですねあの、まあ、向こうに巻き込まれてしまうということですね。でこれはそういうことで「神」というですねこの言葉をつまりそういうこのフィクションを信仰することによって世界が 進行していいくんんだっていう考え方なんですね日本はそうじゃないんですね。でこれはもう最初から高間原関東にあったということをまあしますけどこれは高間原結局このまずですね天土があってそこに太陽があるそっからこう始まっているから天照御神が日本の,あの主,主になる神になるわけですね。 でそこから違うということをあの我々は強くあので今も今今そうかって皆さんも疑問に持たれるかもしれませんけれども今だって日本は、まあ、何度も言いますけれど1もキリスト教がいないなんですでこれはこれほどたくさんのキリスト教の大学がありながらですねキリスト教の大学をやめてしまうとですねあの みんな元に戻ってしまうというかね。で、このことが、ね、非常に重要なのはですね現今金城天皇ですね今在30年で私があのそのまあ記念のですね式典に出てきたんですけれどもあの金城天皇が模範を示されたんですね。あの方はは最初はあの バイニング夫人というクエカー教徒の本当にキリスト教教育を受けた方なんです戦後ですね。でそしてですね、まあ、英語も教育を受けたということと同時にキリスト教の教育を受けたそしてご存じのようにミチコ秘伝家もキリスト教の大学の出身者なんですね。ですから あこの小泉進三とかですね周りの人たちも多くはキリスト教徒であったわけです。でそっからですね今の戦後の天皇家が始まっているんですがしかしですねバング夫人がいなくなったらもうキリストあの、まあ、その頃は皇太子であられたわけですけれども皇太子はほとんどキリスト教をまああの とであるということをお示しにならなかった。つまり忘れられたんですね。あるいは否定されたわけです。まあ、もちろん、そういうこう。あの厳しい言葉はあの残してませんけれども、もしこれがですね。キリスト教徒になられたら、これはある意味で大変なことなんですね。つまり。一神教ですから、当然あの1つのこう。その神の方が日本の神々よりも。 強くなるわけですでそうなられると原子であらゆるあるいは国史であらゆる方がそうなるということは大変あの、まあ、危険というよりもあ,の、まあ、あってはならないことだと思うんですね。でそれをこうきちっと全うされているそしてね実は言うとバイニング人というのはあと何があったかというとこの人はベトナムのデモで捕まってる人なんですね。 ですから場合によってはそういうこの左翼にもなりかねなかねったわけで,すでしかしやはりですねそれはもともとそういう思想はそういうこの天皇の思想ではないわけでやはりそこをちゃんと保たれたことも大変あの尊敬すべきことだったとで私自身もですねずっと,と西洋を研究していてキリスト教を学んでいたんですけども。 一度もキリスト教にななろうとも思わなかったんですねこれほどの西洋のことを研究しながら向こうであの論文を書いてですねこうそれでいながらまあ西洋を理解することを、まあ、必死になってやっていながらからバチカンのね大イ道イこれはもうまさにあ,の、まあ後でずっと後にお話し,しますけれどもこの いわゆるカトリックの総本山の一番中枢のですねあの礼拝堂にミケランジの絵がある、ね、それを私はまあ研究してまた日本の文学博士論文を書いたんですけどもその中枢でキリスト教を一生懸命学びながらしかしキリスト教にならなかった自分っていうのがですねこれがやっぱりね非常に私の一つの大きな歴史を 今語っってているるバックグラウンドになっているんです、ね、だから私が変派であるか私がこう偏っているかってそうじゃないんです。日本の人はこれほどキリスト教が来てネ、まあね、ストリーサーが来たっていうと6世紀ですけれどもまさにあのキリシタンがやってきて16世紀あるいは明治になってですねこう新たにあのキリスト教を自由に 勉強できる時代が来てもいまだにまだ一パーセン1%ということは、まあ、おそらく体質的にですねキリスト教となじまない日本人というのがいるそれは何かというと現在の問題なんですねで現在というのは何かということは人間が生まれたときにすでに罪を犯しているというですねそういうことなんですでこれはあのアダムとエバがですねそういうことを表しているわけで まあそれれのために楽園を追放されるわけです。<laughs> これはどういうことかっていうと見るわけですね。でこのことがまあ日本では到底受け入れられない日本は自然道自然に与えられたものは全てあの肯定するっていうのが日本の自然道ですからあるいは神道ですからあるいは自然信仰ですからね。 でそういうものを最初から否定されるということ、そして割礼をするというのは不自然なことをするわけですね。で、そういうことをユダヤ教がやるということ、そしてキリスト教もイスラム教もそれに習っていくということになるとですね、これは人間の本来のあり方と違うではないかというそういう立場に日本人がいるわけです。 おそらく日本人が1%以下これほど近代化してこれほど西洋の知識を知っている西洋のいろんなことに興味がある国がですねこの1%以下ということがまあこれほど皆さんもね大学はあの立教大学だったり青山学院大学だったりまああらゆるところにキリスト教大学があるわけですがそれにもかかわらずですねそういうこの 大学を辞めてしまうと、あの忘れてしまう、あるいは離れてしまうということは、これは正しいことなんですね。少なくとも日本人らしいことなんです。で、これを肯定する必要があるんですね。で、私はそれが大事な思想で、というと、キリスト教はユダヤ教は間違っていると私は思っているんです。これは何かというと。 まあこう言うとですね、世界の大半を敵に回してるような気がしますけど、そうではないんですよ。彼らもまたですね、それにあのまあ,ある意味でその嘘をうすうす分かってるんです。しかし、まあそういうことを言うとですね、またあの議論が長くなりますけれども、やはり自然の中に帰るということはまあこれもあの。 アダム・スミスもそうですしやはりみんなですね西洋の、まあ、近代思想と言われるものもそういうところがあるわけですね。で結局ですねあの観念論とか宗教っていうのを例えばマルクスが否定する時もですねやはり存在がやっぱり日本はにのようなその自然に の陣というのが、やはり原型であるということをまあ、マルクスでさえも言っているわけですね。で、そういうことがですね。あの、マルクスはまさに宗教は変だって言って批判した人ですから。ただ。まあ、彼の社会主義思想は、私はもうあの、もうソ連の例を見れば分かるように不可能だって。で結局あ,れああいうことをやるとですね。こう必ず全体主義。になって 人々の自由をこの抹殺するということはもう今ソ連を見たり中共を見れば分かるわけですねあるいはあの北朝鮮を見れば分かるわけですで,ですからああいうふうになってはいけないわけですねしかし自然というものの人間というものがやはり人間のですね正しいこの道であるということはもうこれ,もこれは明らかなんですよ。 で、これがですねやはりあのしっかりとそれをあのまあ理論立てるということは不思議で,なでしかし肯定すし,した思想を持つということこれをあのいわゆる向こうのですねそういうこのおまあ 宗教観にしあるいはここにあるような虚構ですねこれはもう本当に虚構を信じることが人間のあれだということを言っていますけど私たちは虚構を信じる必要はないんですよそれでいて日本は説理がある道徳があるということを大事にしてで日本はその神がなくても道徳観があるということで有名な国なんです。ここれはもうあのののですねこのこの前の 東北大震災でも人々の姿で分かったわけで,でそういうことをもっとです、ね、自信を持ってあの自然道の国としてですねあの我々はあの自あの、まあ、文化としてあるいは文明としてですねその基軸に置いたあの国であるということをもっと誇っていいと思うんですね。でそれがですで、ね、に縄文自体から つまりそうあったということ。で、日高見国っていう言葉まああの何度も使うんですけれども、そういうこの日本書紀に使われた大和国の前の日高見国。これは面白いんですよね。大,大和と日高見国っていうのが日本の国だということをまあああ新の一番重要なノリトが言ってるっていうことは、まず日高見国が 東にあったこれは高く日が高く昇るところが東だからですねでそれは太陽というものをこう拝むわけですで今でもあのお天道様って言ってるわけですね。そして次に大和国ににに国国ななった時に大和っていうのののは山の人の国になるつまり自然に囲まれた人のそういう自然な囲まれた中の人間になるという。 どっちもですね。自然の中であの人間が形成されてるっていうことなんですね。で、それがやっぱり日本人のこう。素晴らしいところであって、まあそれがですね。なんといってもやはり我々がこの。しっかりと身につけたものとして世界にですね。このまあの発言する。あるいはそれを。 その立場をです、ね、あのはっきりとこうすることができるわけです。でこの前あのまさにですねあの安倍首相が G7 をこの前の G7 はまさに伊勢神宮でお入りになったわけでねこの伊勢神宮にキリスト教徒の七か国、まあ、6か国をですねの首脳を集めた。 こ,ことはまああまり日本ではですねその伊勢島のこう島の方をばっかしを映した奈良人の姿を撮ってましたけどもあ9人ですかヨーロッパ連合の人たちも入れますとね、えー、まあ8人か9人ですけどそれが姿ばっかしを映してましたけどまさにあの伊勢神宮の前に 国人が並んでいた姿が印象的ですが、それはまさに安倍首相がですね、こう新党というものを世界にこう見せたかった。まあ、そういう結果的にもそうなったわけですけれども、でそのことでもわかるように、いまだに我々はですね、基本的に神道だということはわかる。そしてその上にまあ仏教というものを持っている。 これはあの共同宗教としての神道と個人宗教としての神道を入れてる。で実を言うとですねこのキリスト教の新規約聖書の,あのキリストは全部あの仏教の仏のこの姿を借りてるわけです。 私あのこの、まあ「芸術国家日本の輝き」これはあの前に出たものですけどもこれでですねあの書いてるんですけどもこの仏教はですねだいい十12の重要な点が キリストは仏から学んでいるあるいは取っていると言ってもいいこれはもう紀元前6世紀が56世紀ですからねあの仏が生きられた時代っていうのはもう釈迦様ですけどもゴッタムタジッタルダですからこのインドのですねあの王,子王子ですけれどもでキリストが出てあの生まれたのは 1>, 紀元前まあ、1年あの紀元前後ということになっているわけですもう5世紀も差があるわけですね。でその間にあのもうギリシャにも仏教が伝わってですねから東方の三博士っていうキリスト教が生まれた時にやってくる3人もどうも1人はキリスト仏教徒だというふうに、まあ、私は思っているわけですが。 この二人の間には十二もです、ね、共通点があるんです、ね、でつはですねあの神聖受胎受胎これは実を言うとあのキリストも神からマリアにこあの受胎された人間ヨセフではないんですね。 神の神が受胎させたということでこれは像のまあこれもあのブッダもそうなんですねまあ釈迦もそうなんですそれから三三にまあ三内まあ三の礼拝と言いますけれども賢者の礼拝がき来たということこれもあのやはり仏教からも仏教もなしなんですねそれから いろんなこうイエスが生まれる時のこうプロセスっていうものがこう、まあ、いろんなところで似てくる例えば「栄治殺し」っていうのもあってこの結局キリストが生まれるとそれをこうあのまあ 神様が神の子が生まれたということを知ってですねローマ兵がですねこうあの周辺の村,村からをあの、まあ、家にですねみんな回ってあの子供を殺していくというような、ね、ことをやってるわけですがそれはキリストを殺すためなんですね。でそれあの <laughs> これはまあちょっと話を長くなりますからあの簡単に言いますとですねから少年時のもう本当にキリストもあの釈迦も子どもの時から非常に優秀であのこう、まあ、パリサイ人の学者とですね子どもの時から論争したとかですねだからから洗礼をするという行為も両方似ている。 あるいは苦行と悪魔との誘いがあったそういうこの修行の姿も似てるんですね。それからいろんなこう奇跡を起こすこともほとんどの釈迦とキリストが似てる。でこういうところを見ていくとですねあるいは「法刀息子の帰還」なんていう、まあ、この物語までどうも撮ってるね釈迦の物語が撮ってると。 それからこの女性との出会いもですねもう結局キリストもあの釈迦ももちろんあの出家しますからあの女性とはもう結婚し,しなくなるわけですがまあキリストもやはりあの結婚しないでこの、まあ、生き方そのものも似ているわけで。 で出会う女性っていうのは低い階級の人たちもと出会うまあのこれもですねマドレーンっていうですねこのまあ、どうも売,売春婦とまあ、女性と出会うとかですねまあそのいや最後は貼り付けになるわけですけどその死のまあ,あ 死に方というかですね大きさというのもやはりこう犠牲になる姿こうしたところもですねやはりこの釈迦の死からあるいは生き方から学んでいるようなところがあるまあたくさんのですねこの類似点があるんですね。これははキリスト教とは言いたがらないし まあこういうものがそんな重要視する必要はないんだという方もいますけれどもやはりこれはですね明らかに仏からの生き方から取っているでこれがですねやはり西洋とのクリスト教と日本のまあ仏教、まあ、これ東洋の仏教これのこう近似点としてあるそれは何かっていうと個人宗教ってことですね。つまり釈迦 キリストというこの個人の生き方を述べるというそれが新約聖書であり日本の仏教であの東洋の仏教でもあるわけですでしかしインドは仏教が消えてしまうそれからだいたい他の仏教もだあの日本のような仏教として残ってないんですね大乗仏教で で日本というのはですね最後まで個人宗教としての仏教として残っているんでこれがやっぱり日本の仏教がまだ生き,生きている日本の仏教がですねまだ決して廃れてない一つの大きな要素なんです。これは何かっていうと人間というのはですね共同宗教と個人宗教を両方持つことによって初めてあの人間が安定するんですね。 これが旧約のキリスト教の旧約と新約つまり旧約が共同宗教ユダヤの民族宗教そしてキリストという一人の個人の宗教この2つがあることによってキリスト教徒が非常に心が安定するそれと似てるわけですね。で残念ながらこの旧約は今のアングロサクソンヨーロッパ人と 共通してない部分をまでもですね共有している形になっているためにですねキリスト教が決してですね安定したものではないはずなんですねこれはまあですからあの非常にこれもいろんな議論すべき点があるんですけども日本は神道と仏教を両方持つことによって人々は心が安定するというそういうことがあるわけです まあ共同宗教としての,仏あの神道ですねそれから個人宗教としての仏教これはどういうことかっていうとやっぱりあの、まあ、共同体つまりお祭りやったりですね村のお祭りやったりあるいはこう村で一緒に共同あの働いたりねそういうこの常にその共同体と共に生きている。 その根幹の宗教が神道なんですね。で自然信仰そして御霊信仰や高僧霊信仰といったそういうこの大きな共同体を中心とした宗教これがあのやっぱり大事なあの神道のですねあの要,素要素でそして仏教とは何かっていうとこれはですね 個人の悟り個人が一人一人病気になったりあるいは、まあ、もちろん生まれも違うし死ぬあの時期も違うみんなそれぞれ違うということをですねあの基本にしてそこにいろんな悩みを、まあ、悟っていく悩みをあの克服していくというそういうこととしての社会の生き方を学んでいくそれがやっぱり仏教なんです。 ですから仏教はですね個人のあの問題を国のことは言わないんです実はあるいは共同体のことを言わないだからインドではなぜ消えちゃうかっていうと消えてしまうかというとヒンズー教がそれは共同体の宗教でこれがやっぱりあの共同の神様を持ってですねお祭りをしたりみんなでですねあ集まって で、その祈ったりする。そういうことはあのヒンズー教の方でやってる。そのヒンズー教の方に負けてしまうわけ。それと重ならなかったんですね。だから仏教っていうのはちょっとこう。そういう故事。まあ、あの残ったのは今度あの。やはり出家して僧院にこもってですね。みんなであの？ そういうこの仏教だけが残っていってこう一般のですねあの人々の中での仏教というのは、まあ、消えていくわけですでそれが日本では唯一残ったんですね。で日本の仏教って非常にあのそういうこの世間の中の一般の中のつまり出家しない宗教そういうものとして ずっと残っていくから、まあ、だから再退するんですよね。日本のあのお坊さんたちはだいたいもうあの出家すると設計して再退しないのがあの東南アジアとかね、今の仏教の日本以外の仏教のは多いんです。ですからそういうことが日本ではですね、あのこの2つがあるからこそ、あの皆さんも。 まあもちろん皆さんが神道を信じているとか仏教の信者だとかって言いませんけれどもそういう考え方がもう自然に残っていくですから今だって神社仏閣は一緒にやったりですねあの結局それが並存しているわけですね。でそのことが自然に行われていることが日本の良さである ですから、まあ、私はまあ神道だけをこう強調しているように見えますけれどもその神道をベースにした仏教これがある両方あるからこそいいで私が私が文化や芸術のことを論じる時はどっちかというとあの仏教の方ですねこれはまあ個人が基本のあるものが芸術ですから当然そうなるわけです。しかし日本人が自然にそうやった個人をあの持っていること。 これがやはり強みであるし、世界のある種の一番反たることは、やっぱりその両方を持っていることだということですね。だから神仏集合は非常に大事なことだと思います。 仏教が一つだけ神道から離れてしまうと個人宗教だけになってしまって結局そこにこうあのまあいわゆる日蓮あるいはその教祖のですねこう、まあ、ある種の <laughs> 信仰が強く反映してしまって共同体から離れるとそこで共同体を作ってしまうんですね。ですから おそらく総科学界の共同体が強くなってしまうと、両方を演じてしまうわけですね両方ですから危険といえば危険また別の考え方になってしまうんですねですからまあ両方こ持つ神社も行くし仏教のお寺も行くというそういう習慣の方が自然で日本はそういうところでずっと来たわけです でまあ、今あの宗教から離れているとはいえですねそういう一つの習慣がねあるいは考え方がずっと残っているためにやはりあの自然にこう両方ともまあ今行かなくなったとはいえ近づけるのはその両方あるからなんですよね。でこれからどんどんねそういうことがもっと大事になってくると思いますこれからはね。